小麦粉粉のようなな真っ白な粉それは地球の神秘によって生み出されさらには女性の美を支える特別な物質地底1 0 0メートルに眠っている新たな価値を生み出してゆくものづくりその中心に秘められし創造の魂を追う愛知県東栄町の 山深い場所にある三振高校従業員40人の小さな会社だがここが作る白い粉が世界中の化粧品メーカーに使われている会社が持っている山で採れるのがこれがファンデーションの原料になるセリサイトですファンデーションの原料となる鉱物セリサイトだ雲母の一種で 水分を含むと粘土状になり100分の5ミリという小さな板状の結晶が肌の張りを整える人体には無害でファンデーションには欠かせない物質なのだ <noise> 現在日本国内で化粧用のセリサイトが採掘されるのはここだけだ国内シェアは100% 海外にも輸出されている女性の美を支えるものづくりまずは鉱山へ縦横2メートルの高道を奥に進んでいく岩盤はとても硬く1日に掘れるのはわずか1メートルだが高道は山の地下に 網の目の目ように張り巡らされ総延長は2 0キロ以上に達しているこれは岩盤に含まれるセリサイトを探す作業硬いので <coughs> セリサイトが含まれる岩盤は柔らかく音の響きが鈍くなるあ本当だこれがセリサイト。 一箇所ずつハンマーで岩盤を叩く地道な作業だが多くの場合セリサイトを含む層は固まって存在するその理由はこの物質が火山の活動によって生み出されることにあるまず噴火で噴き出したマグマが冷えて固まり安山岩の岩盤になる この上に降り積もった火山灰が固まり業界岩の層ができる2つの層の間に雨水や地下水が入り込むと岩盤が変質しセリサイトができるのだここはですねあの以前あの大きな火山があったというふうに言われているんですね。およそ万年前三河北部には 超巨大な活火山が存在し、大規模な火砕流を伴った噴火が繰り返されていたことが分かっている。この時に巨大なセリサイト鉱床が作られたのだ。削岩機などを使い、1日10トン近いセリサイトを含む岩が掘り出される。 狭い行動から運び出すのに使われるのが手押しのトロッコだ一杯一トンもあるトロッコだが手で押すだけでどんどんスピードが上がっていく外まで5 0 0ルの距離を 4分で運んだ。秘密は行動のある工夫だ。こうゆるい勾配をつけながら行動を作っていく。あの荷物いっぱいの時はこう下り勾配、緩やかな下り勾配になりますから、であの出しやすい。外へ向かってほんの少し下り坂になっていて軽くトロッコが押せるようになっているのだ。

攪拌すするるだだけで水のの中にに分散さらに純度を高めるのののののにに使ううが螺旋状ななった滑り台のようなこの道具その名も高さ2メートルからセリサイトを含んだ灰色の水を流すと。 すぐに黒い筋が浮き上がるこれは細かい砂利などの不純物だぐるぐる回ることで遠心力によってセリサイトが外側に不純物が内側に分離していくのだ2メートルという高さでちょうど完全に分離するよう滑り台の大きさも調整されている最後は不純物だけが内側に開けられた 小さな穴から排出されるさらに化粧品向きの細かい粒子だけをえり分けたのがこれ袋詰めされ出荷される涙かその大きさは実に100分の5ミリに揃っているここのセリサイトを使う大手化粧品メーカーメナードの研究室 ファンデーションの中のその大部分を占める半分近く、構成成分と占める重要な骨格になります。これが大きい粉体になりますと、ギラつきになってしまって不自然になるというところがあります。自然な風合いのファンデーションは三振高校で作られた。セリサイトでしか再現できないという。その品質の高さからシャネルやロレアルなどならざる。海外メーカーにも出荷。その燃焼は？ 年商だと今六億二千万ぐらいでしょうか。あ、増えてますね。はい。美しさを求める女性たちを支える白い粉。それは今日も三河の地底深くで。分厚い岩盤と格闘しながら。生み出されている。